はい、皆さん、こんにちは。今回は久しぶりにですね、ドンキホーテで買ってきた商品をちょっと紹介したいなと思います。それがこちらになります。ドドン。はい、まあ、スイッチライト用の、まあ、グリップですね。で、こちらは、えっと、1700円ぐらいだったかな。まあ、値段的には高くもなく安くもなくっていう感じなんですけど、 こちらのグリップですねスイッチライトに装着することによって、操作性とかがかなり格段に、はい、アップする、まあ、スイッチライト持ってる方には正直必須かなと思います。まあ、例えば格闘ゲームとか、いろいろあると思うんですけど、スマブラとかも、操作性がめちゃくちゃ良くなりました。良くなったというか、操作が思うようにできるようになったって感じですね。 ではい、こちらがその商品の中身なんですが、まあ見た目はかなり、正直言ってちょっと安っぽいです。でこんな感じで,で。実際につけた感じがこんな感じで、こう、しっかりグリップを握って、こう、ゲームを遊ぶって感じなんですけど、 これかなりですね、十字キーとかも操作しやすくなって、めちゃくちゃいいと思います。ただ、ただですね、ちょっとした弱点といえば、ここの音量と電源ボタン、このグリップのここがあることによって少し押しづらいので、ちょっと指をグッと入れないと。はい、ちょっと反,反応しないというか、反応しないわけじゃないけどちょっと押しづらい。 ででもですね、こういう風にスピーカーのとこ電源ケーブル後ろのまあ冷却効果ですかね、まあ、上の方もしっかりちゃんとしてあるのでこれはかなりおすすめの商品になっておりますでドン・キホーテで売ってるので購入しやすいと思うしスイッチライトを持ってる方はぜひドン・キホーテで買ってみてください これかなりおすすめの商品になっております。はい。ということで、立てかけれるかなあー、ちょっと難しいか。で、このままで。無理だ。はい。ということで、今回商品紹介させてもらったのは、えー、ドン・キホーテで売ってた任天堂 t e n d Switch ライト用のグリップですね。 はい。こちら紹介させていただきました。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。